紀州最下州後編、戦国の世を駆け抜けた粋なお兄さんたち。皆さんこんにちは。今回の歴史じっくり聞こうは紀州最下州後編について紹介していこうと思います。前編では最下の里のご紹介から石山合戦前夜までをお話ししましたが、こちらの後編ではその続きをお送りさせていただきます。石山合戦エピソード1、最下州の聖兵と武器弾薬を満載した船が続々と木津川河口にある木津砦に到着します。元亀元年1570年9月12日、織田軍は野田福島城攻撃をはじめ、牢の岸大阪市中央区の本願寺砦にも盛んに鉄砲を打ちかけます。本願寺では軍議が開かれ、最下の棟梁鈴木貞雄は主戦論を説きます。本願寺は開祖親鸞聖人の教えに積極的に敵と戦えというものがなかったので、根室寺や延暦寺その他の寺院のように自らは僧兵を持ちませんでした。もっとも降りかかる砲難に対して武力でこれを打ち払うことにいささかの躊躇もありませんでしたが、寺側は実動部隊として各地の門徒を召集し本山の防衛に当たらせました。これを蛮衆と呼びます。しかし本願寺側の戦力として最も頼りにされたのはプロの戦闘集団である最下州でした。その頭である貞雄の意見は尊重されました。稲刈り作戦。貞雄の計略通り9月15日の朝、稲刈りを装った門徒衆2000の後に続いて最下衆3000が貞雄の末息子孫一の指揮のもと本願寺を忍び出ます。予想通り織田方の兵は門徒衆に向かって突撃。その時鳴り響く孫一の二連探術を合図に最下衆3000丁の鉄砲が織田方に向かって火を吹きます。織田軍の死者はたちまち400、500と増えていきます。孫一は500の部下を率いて1万の敵勢の横手に回り込み、これでもかと銃弾を浴びせかけます。本願寺の早金が打ち鳴らされ、鎌や太刀を振りかざし稲刈り姿の門徒衆が襲いかかります。織田の指揮官さっさ蔵之助は足に銃弾を受け、家来に背負われてかろうじて逃げ延びる有様。夜になり信長の天満森本陣は火をかけられやむなく後退。初戦は本願寺側の作戦勝ちでした。初戦で織田勢を一周した最下衆は3000丁の鉄砲があれば織田勢恐るるに足らずと楽観してしまいました。石山合戦エピソード2。織田の陣中へ忍び込ませていたものから信長は間もなく6、7万の大軍を繰り出すとの報が入ります。本願寺に籠城中の貞雄はある夜孫一を呼び出します。孫一はまだ20代半ばでしたが、最下随一の指揮官として信頼を集めていました。これまでの戦でもわかるよう信長は伏兵を使いたがる。まともに切り込めば相手の思うツボ。それに何とも執念深い。次の戦で仕留めねばこっちがやられる。よくよく孫一に言い聞かせます。翌朝織田方は明智光秀らに率いられた2万の兵で天王寺の陣より出撃。迎え撃つ本願寺門徒衆は3万。敵味方入り乱れ、刀を振るい槍を突き出し乱戦の中、織田方は次第に後退します。信長一人に狙いを定めていた孫一は500の部下とともに黒羅舎の南蛮帽をかぶり馬上で采配を取る姿を目当てに信長を探し回りますが、見つけることができません。信長の本陣隊が現れたのは翌日の朝。孫一から10丁約1キロばかりのところに永楽線を書いた信長の正旗をはためかせながら現れると、
雑賀衆の銃撃をものともせず襲いかかってきます。甲冑をつけ金の前立ての兜をかぶる一騎、あれこそ信長殿。孫一は狙いすました一発を発射しました。その人影は身をかがめ、馬のたてがみにしがみつきながら馬上から落下します。やったやった、信長を落としたぞ。周りの部下の歓声の中、孫一は狂気しました。しかし残念ながらこの時信長は傷こそ負いましたが、命は拾ったのです。木津川河口の小競り合い、正面切って攻めてもどうもうまくいかなかった信長。次に目をつけたのは補給路を断つことでした。本願寺の補給が木津川河口から行われているので、ここを叩けってわけです。陸上から攻めることを決めた信長、方面担当の原田直政に命じて実行に移しますが、本願寺側は事前に情報をキャッチ。本願寺兵が手ぐすね引いて待ち構えるところへ押し寄せた織田兵、迎撃され大敗を喫し、直政も戦死します。この戦いには孫一と雑賀鷺の森の怒号佐竹伊賀守も参戦し活躍しました。この辺りから織田本願寺両者ともこの戦は籠城戦になると見込んだのでしょう。お互いの本拠の周りに砦を築き、兵器糧食の備蓄に努めます。本願寺側は毛利水軍の応援も得て大規模な搬入を行います。孫一は播磨室津の港まで出向き指図します。雑賀の水軍は諸浦門徒と呼ばれましたが、彼らも応援にやってきました。織田方水軍も出張ってきて荷物の運び込みを阻止しようとしましたが、毛利雑賀両水軍に攻め立てられ、あえなくほぼ全滅。信長の雑賀攻め、やることなすことうまくいかない信長、それならばと雑賀の本拠地を叩くことを思いつきます。本願寺との戦が膠着状態になった天正5年、1577年、信長は6万の軍勢で紀州雑賀の将を襲います。将へ戻っていた定湯、孫一の雑賀の将と実家号を中心に雑賀衆はよく戦い、一月余り経っても信長は雑賀の将を落とすことができませんでした。その間に雑賀の将を救うべく本願寺賢慮商人が動いて、毛利輝元上杉謙信に上洛して信長を撃つように頼みます。今毛利と上杉に動かれては大変。信長は定湯、孫一以下雑賀年寄衆に赦免状を与える代わり、形だけの降伏を引き出して軍勢を引き上げました。実はこの時雑賀衆の猛烈な鉄砲射撃による被害が甚大だったので、6万の軍をもってしても攻め切ることができず、こうするより方法がなかったのです。手足をもがれる本願寺、しかし天下の情勢は刻々と変わります。元亀4年、1573年4月、浜松三方ヶ原の戦で織田徳川連合軍を破った武田信玄が陣中で病死。7月に信長追討の兵を挙げた将軍義明は頼みの信玄の助力を受けられず、信長の手で追放されます。8月には3万の軍勢で浅井朝倉を滅ぼした信長は、天正2年、1574年9月に伊勢長島の一向一揆を鎮圧。2万人の門徒が虐殺されました。天正3年5月には長篠合戦で武田勝頼に大勝し、8月には越前一向一揆を鎮め、門徒4万人を殺戮しました。いや、戦国大名は一方の敵と戦っていればいいってもんじゃないのですね。同時多発的にあちこちの勢力と戦ってみたり和睦してみたり、四方八方に目を配っていなければなりません。こうして信長は周囲の敵を括弧撃破で潰していき、本腰を入れて本願寺に襲いかかります。
頭越しの手打ち。戦いが長引くにつれ、各地の一向一揆を潰していく信長のやり方がボディーブローのように本願寺の体力を奪っていきました。門徒衆の動員や糧食の補給に陰りが見えてきたのです。天正8年1580年3月、本願寺は朝廷の仲立ちによる和議に応じ、徹底抗戦を主張した京女商人も石山本願寺を出て紀州鷺の森へ移り、石山合戦はひとまず終わりを告げました。勅命によりの和睦なので両者のメンツも立ちました。この石山合戦、信長の側から見れば飛んだところで手間を取らせおって以外の何者でもありませんでした。領民の中にあって領主の命令よりも本願寺の意向を優先する門徒衆は叩いておかねばならない存在ではありましたが、しかし元亀元年1570年から天正8年1580年まで途中2度の講和休戦はあったものの、ほぼ10年間をこの戦に足を取られていたのです。天下取りのスケジュールが大いに狂ってしまいました。一方本願寺側から見ても、信長の圧迫があればこそ手向かいもしましたが、それを緩和してもらえるのなら特に事を構える理由はありませんでした。こうして当事者同士は手打ちをしましたが、それが傭兵というものとはいえ置き去りにされたのは雑賀衆です。自分たちの信仰する宗派だと思えばこそ懸命に戦ってきたのです。孫一、信長に接近する。戦が終わってしまっては傭兵の収入の道が断たれます。最初のうち孫一は本願寺と行動を共にしていました。そもそも京女商人を紀州鷺の森へ避難させたのも雑賀衆がお膳立てしたものでした。鷺の森そのものが雑賀の省の中にあったのですから、本願寺側の使いとして信長のもとへ出入りするうち、孫一は次第に織田方に近づいていきます。本願寺という雇い主がいなくなった以上、次の働き口を探さねばなりません。棟梁として部下の雑賀衆を食わせていかねばならないのです。あれほど付け狙っていた信長にと思いますが、このあたりが傭兵としての割り切りでしょうか。しかし孫一の信長接近を心よく思わない雑賀衆もいたわけで、彼らは内部分裂を起こしていきます。信長が亡くなった後、孫一は秀吉に仕えます。雑賀衆と秀吉、やがて本能寺の変、信長の後を継ぐ形となった秀吉は最初雑賀衆に接近していきました。別に秀吉でなくても、どこの戦国大名でも彼らの鉄砲を操る技術と戦闘能力は喉から手が出るほど欲しかったのです。その気になれば雑賀衆は自分たちを高く売り込むこともできたでしょう。しかし彼らはその道を選びませんでした。武士に対抗する農民、商人集団の側についたとする人もいますが、それはあまりに綺麗事に過ぎます。ありていに言えば、多くの雑賀衆は誰にも仕えたくなかったのです。自分たちの上に誰もいてほしくなかったのです。傭兵として雇われればその指揮命令に従いますが、それは金をもらってその時だけの話。雑賀の称号の一つ、宮郷について書かれたものがあります。宮郷十二家村並びに太田郷は地頭なく割れ持ちのところなり、自分たちの土地は自分たちのもの、誰の世話にもならぬし、誰に守ってもらおうとも思わぬ、放っておいてくれってわけです。しかし天下を狙う秀吉にすれば、こんな物騒な集団を野放しにしておくわけにはいきません。信長が散々手を焼いたのを間近で見ています。敵対する大名に疲れては大変、自分に従わないのなら滅んでしまえというわけです。雑賀衆壊滅。秀吉はまず根五郎を滅ぼし、両者の連携を断とうとしました。10万を超える大軍で根五郎寺を攻め、火矢を追いかけます。
これが火薬庫に引火して大爆発、炎上、炎焼した火は3日間で2700に及ぶ道東伽藍を全て焼き尽くしました。根室を壊滅させた秀吉軍は残された彩花の将に襲いかかります。この頃の彩花は孫一と袂を分かった太田党が支配していました。争い回避のため秀吉は孫一を太田党説得に向かわせますが、裏切り者の孫一の話を聞くはずもありません。秀吉は得意の水攻めに打ってで耐えきれずに太田城は落城、名のある武将は自害、城兵は降伏。こうして彩花の将は滅んでいきました。ふるさとを失い生き残った者は全国へ散らばっていきました。鉄砲の技を持って大名に召し抱えられた者もいました。しかし陽気で酒と女が大好きで自由気ままに生き、一旦戦いが始まれば誰よりも勇敢に戦った彩花衆。彼らが彩花衆として歴史の舞台に立つことは二度とありませんでした。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。もしよかったらチャンネル登録お願いいたします。こちらの軍配の上にボタンが現れますので、もしよかったら押してみてくださいね。あとこちらの動画ももしよかったら見てみてくださいね。どうぞよろしくお願いいたします。